はい。そういうわけでございまして、リビングアレヤマさんのサッカー5ニッツやりたいと思います。よろしくお願いします。まあ、いつもね、あのー、5分間で収まってないんですけど、一応5ニッツなんで、5分間で行きたいと思います。では、今回も用意スタートです。えー、っと、まずこちらですね。ジャン。鹿山さんが怪我で離脱と。えー、カタールの、今3バックのね、えー、まあ、左側。 まあ、右もできるんですけど、まあ、左右でできる。えー、鹿山さんが、えっ、ー、と、自然気境って言いまして、まあ、何か、その肺に、えっ、ー、と、まあ、例えば、ちょっと傷があるとか、そういう、何か、えっ、ー、と、外部化的なもので、ちょっと肺に傷があるとかじゃなくて、急になるような自然気境っていうやつなので、まあ、ちょっとこれ、肺にね、ちょっと、 あのあ、穴が開くというか、そういう、確か病気だと思うんですけど、まあ、全治まで2ヶ月ってことで、まあ、どんな病気もそうなんですけど、まあ、命に関わるってことが、やっぱありますんで、ここはちょっと大事をとって、休んでいただいて、まあ、ただね、ちょっとね、せっかくね、このレギュラー掴んでて、で、しかも、セットプレイの時ね、鹿山さんがやっぱターゲットになって、やっとなんか、その、ターゲットになる人が、 まあもちろん遠藤さんとかもいるんですけど、やっとここで、えー、っとターゲットに対処できて、まあ、逆に言うとそのターゲットになるから、相手ディフェンダーも鹿山さんに行くところを狙って他のと、ほ他の人が点数取るって方法もできたので、ちょっと残念ですね、あの守りの方もすごい頑張ってくれてたんで、まあ、本当、試合見てても、 えっと、足も長いし、やっぱり目立つというか、まあ、高さ対策っていうのもあったので、ちょっとこのやつはちょっと残念ですけど、まあ、他の選手で、えっ、ー、と、カバーしていってほしいなと思います。早く、治ってください。お願いします。さあ、続きましてこちら。えー、日曜日の試合ですね。えー、片田と山が、えー、その気に、いたずらで勝利と、おめでとうございます。えっ、ー、と、まあ、水曜日にですね、神戸戦がありまして、なかなかこれもね、映像で、 まあダイジェストはその後出てましたけど、生で見れた方はやっぱりね、神戸まで行って見た方ばっかりで、ちょっと自分もすごい見たかったんですけど、まあ、似てる限り、語れらしさが前半すごい出てて、まあ2点取って、よかったんじゃないですかね。まあ、神戸はずっとね、J1、まあ ACL は、えっと、まあ結果出して、まあいいですけど、えっと、まあ J1 のリーグ戦の方はね、ちょっとなかなか、 いい結果が出てなかったので、本当は堅い的にはね、ここで打ちのめしたかった感じなんですけど、まあね、後半からね、ちょっと個の力が強い方々が出てきたので、まあ、もちろんそこまでね集中して、守備をしてたと思うんですけど、なかなかその壁は高かったかなと思います。ははいで、まあ、でも天皇杯見ると今年はあれなんですよねそのチーム な、勝ってるんですよね。うん。まあ、こういう、天皇杯も珍しいんじゃないかなと思ってます。まあ、その中でも、片タに注目されたんですけど、NHK さん、ちょっと、天皇杯ダイジェストもちゃんとやってくださいよ。本当に。全然映像なかったし、その、一覧で終わってたんで、ちょっと天皇杯ね、なんとかね、放送してほしいなと。で、で、天皇杯の話ばかりしててもさ、そうあの、さぬきの試合なんですけど、 あのーまあ、その神戸戦の疲れも絶対あったと思うんですよ、神戸からの移動とかもあったりしてで、あれだけ激しい試合だったので、まあ、点数もね、かなりお互い入ったっていうので、言ったんですけど、まあ、石崎監督、そんなにメンバー変えるしはないので、まあ、大体の予想のフォーメーションは、えーっと、ほぼ変えずに、まあまあ、変わってる部分もありますけど、人形、まあ、さんが入ったりして。 ユーさん、あの、ちょっと休めたのもよかったんじゃないかなとは、ちょっと思いますね。はい。で、そういう中で、えー、っと、今年のサヌキは去年に比べて、去年はですね、ちょっと、まあ、見てるこっちも辛いサヌキさん、本当申し訳ないです。こう言っちゃダメですけど、あの、申し訳ないですけど、あの、ちょっと辛い、あの、レンタルの若手を使ってる、まあ、なんとか、その、チームを継続していくっていうのは目標だったような気がするんですけど、まあ、今年はちょっと、 えー、シーズン始まってからも、えー、っと、いいんじゃないかなと思ってました。で、まあ、あの相手の、えー、っと、フォワードの、えー、っとですね、松本君、まあ、片根は松本君いますけど、松本君は結構、その堂々とした感じで、なんか、やっぱり、ちょっと違うなっていう雰囲気を出してましたね。はい、で、まあ、片根の先、まあ、前半はやっぱりね、その神戸戦の疲れもあったか。 どうかわかりませんけど、なかなかうまくいかなかったんですけど、後半、気持ちよかったですね。はい。あの、アルドルシルバから、えカーニスさんに出て、で、吉イラ選手だって決めると。いやー、あれは気持ちよかったですね。ああいう、なんか崩しというか、見たいですね、もっとね。だから、吉ラさんも、あのー、試合後のインタビューで言ってましたけど、やっぱもう一点、追加点、 取れたんじゃないかなと。取るべきだったんじゃないかなと思いますね。まあ、だから、カターのその目標的には、1点取ってその後に追加点っていうところですね。目標をね。はい。まあ、2点、もちろん3点取れれば一番いいんですけど、まあ、2点、3点取れれば、試合ももうちょっと動かしやすくなるんじゃないですかね。やっぱりその、まあ、ダイジェストしか見てないですけど、神戸戦に比べると、その、 J3 の攻撃陣というか、佐の木さんがどう残るんじゃないですけど、やっぱり違うと思うんで、ただ、このカタル側のミスだったりもう出てしまうことがあるので、そういう部分では、あの、なかなか難しいリーグではあるんですけど、やっぱ個という部分では、神戸戦を思い出していただければ、あれに耐えたというか、まあ、取られましたけど、まあ、 もうちょっとで勝利できたっていうのを思い出していただければいいんじゃないですかね。いや見てても楽しかったと思います。ちょっと自分はあの店の方いたんで、喧騒行けなかったんですけど、ちょっと喧騒行きたかったなっていうのはありました。はい。まあ次は宮崎ですね、アウェーで。いやちょっと宮崎はどうですかね、なんか苦手意識があるような気がするんですけど、まあ、アウェーのね、宮崎なんで、ちょっと、うーん、どうなんだろう。 まあ、負けては欲しくないね。欲しくないですね。まあ、勝ち点ゼロっていうことにないように。まあ、これ連勝練習来てるんで、ぜひ。いや、もちろん勝ってほしいです。はい。一番それがいいです。はい。ぜひ、頑張ってください。はい。えー、じゃあ最後、最後こちら。昨日、日本代表の試合ありまして、あのー、まあ、その前の試合が、なかなか視聴率良くなく、まあ、 いつも通り叩かれてましたけど、あのー、昨日ブラジル戦は22%いったっていう。まあまあ視聴率うんぬんかんぬんはね、もうどうでも自分はいいんですけど、あのー、面白かったですね。ただ、あのー、まあ、ゴンザさんも、えー、言ってましたけど、正直日本人やっぱりブラジル人見てるんですよ。ブラジル人、ブラジルチームが見たかったんですよ。もちろん日本チームを応援するんですけど、 権田さんに言うにそに、例えばブラジル対イタリアの試合をまあイタリアでやったとして、その時イタリア人がブラジルのユニォーム着るなんて、イタリア人がですよブラジルのユニォーム着て応援するとか、拍手するとか、まあないと、文化の違いってそうなんですけど、やっぱり日本人はまだまだそのブラジルに対してまあ尊敬というか、リスペクトもしている部分もあって、やっぱり好きな選手がいたり、やっぱりプレーってすごいなと思ってるんで。 まだやっぱそこじゃないんですよね。自分は結局、その、ね、あの、今季のチャンピオンリーズすごい、面白かった。やっぱレアルの選手ね、見ちゃいましたよ。ミリトンとかね、<laughs> 本当にレアルの時でもいつも泣きそうな顔してるんですけど結局昨日もね、三マ選手とね、対決しましたけど、まあ、しっかり止めてますね。やっぱすげえや、ミリトンと思って。やっぱレアルのセンターバックっすよ。本当に。で、 自分ちょっとね、満遊の視野あんま見てないんで分からないですけど、レッジとあのカズミーロが2ボランチだったんですけど、まあ、2人でその、ボランチの,その守備範囲がものすごく広いというか、まあ、中堅のと津波さんも言ってますけどそのなんですか、ね、サイドの守備まで行っちゃうんですね、ボランチが。ってことは真ん中空いちゃうんですけど、でもやっぱり守るっていうことができちゃうので、もし、 抜かれた場合とかじゃないんですよね。まあ、あの、戸田さんもツイッターで言ってましたけど、やっぱり通報のアー,ボーチがすごかったっていう、やっぱりちょっと自分も知識長く見てますけど、やっぱその二人すごいっていうまあ、そのブラジルの、こういうのも出すものブラジルの守備陣の凄さっていうのが、ちょっとわかりました、ね。だって、チアゴ・シルバーが、えチアゴチアゴちょっと忘れた。<laughs> 忘れしません。 チアゴが、だって控えっていうか、途中交代でしたもんね、うん、ちょっとね、すごいですよ、ブラジル、まあ、守備陣はどんどんタレントいるんで、もっともっと違う選手が入ってきたりはするんですけど、やっぱ守備というか、ボランチ、センターバック、サイドバック、やっぱすげえなって思いましたね、うん。日本もまだまだクオリティを上げていかないといけないってうのは、まあ、選手たちも分かってると思いますけど、まあまあ、形にはなってきてるんで、 うんやっぱ盛森保次第なんですかねうん。まあ、でも、あのー、そのカタが神戸戦を思い出せじゃないですけど、日本代表もこのブラジル戦を思い出してもらえればいいんじゃないですかね。やっぱりブラジル相手に。まあ、韓国はね、もっと点数を上げてましたから、あのー、日本は1点 PK だけで終わってるんで、うん、やっぱ自信持っていけばいいんじゃないですかね。 はい、まだまだワールドカップまでどうなるか、ね、選手の入れ替えもあるし、もしかしたら、ね、ヨーロッパのリーグも始まったら、もっと、ね、活躍する選手ができて、選考に悩む可能性も出てくるし、まあ、そのためには世論というか、日本の方々もね、やっぱ代表になる選手をもっともっと見て、世論というのが出てくればなると思うんですけど、なかなかね、うーん。 まあ日本代表がアジアで強くなりすぎたっていう部分があって、そのドキドキ感っていう部分で、ワールドカップの始まってからだと思うんで、難しいですね、そこもね。はい、はいそういうわけでもう、今日十11分喋ってます、すいません。あの、また、あの、やりたいと思いますんで、今日はここら辺で、はい。これからちょっと日本代表の試合、もう一回見ます。久々ですね、日本対ブラジルっていうか、日本代表の試合、もう一回、ちょっと録画したもの見たいなと思ったの。はい まそういうわけで語れ、宮崎に勝てください。では、お疲れ様です。